ちょっと3万円を後で僕にください。はぁ、どうも皆様こんばんは、セゴルドサンショでございます。さて、皆さん覚えていますかね、僕が購入した iPhone7 ですよ。しこたまですね、いろんな実験したじゃないですか。30分水につけてみたり、ドライアイスにぶち込んだりとかですね、上から落下させたりとか、24時間凍らせたりとか、しこたまいろんなことをやったわけです。あれからすっかり出さなくなったな、セゴリタ。どうしたんだという声もたくさんありましたけれども、一言で言いましょう。電源がつかないんです。この間ですね、大宮のですね、アップルストアに行ったんですよ。ビッグカメラの中に入ってるやつね。なんでだろうなということで、まあ見てもらいましたら、完全に水没していると。なんかね、聞いたところによると、スピーカーが下についてるじゃない。その部分からね、こう水がね、入ってくるらしいんですよね。CM とかでもさ、こうフード被ってチャリでさ、こうやって雨の中使おうっていう風にやってるのもあるでしょ。あれはさ、縦にして使ってるでしょ。だから縦にこう水が流れていくから、スピーカーの中からこう入ってくるっていうような設計にはなってないじゃないですか。っていうか、作りになってないでしょ。で、それを僕はちょっと説明をですね、聞きまして、うわぁ、そうだったのかーと、すごく後悔しましてですね、凍らせたのがいけなかったわけです。凍らせたっていうか、こう、スピーカーをもう全然関係なく24時間こう水につけまくったのがダメだったんだというふうなことなんですけれども、それも完全自己責任だからさ、もうそれしょうがないと思うんだけれども、問題は次なんですよ。修理代なんですよね。水没した場合にはですね、修理代は全て自己負担だと。当たり前だよね。それがですね、大体3万円ぐらいなんですよ。買ったばっかで3万円で、まあそれはほらもう俺のやったことだからしょうがないんだけど、まだね、嫁さんに言ってないんです。いやー、だからちょっとそれがさ、どうなるんだろうなと思って、僕がね、こういう風に動画を作ったりとかしてるのも一応容認してくれるっていうか、そういう風なね、一応嫁さんではあるんだけれども、俺ね、こういうね、嫌なこと結構先延ばしにしたい性格だからさ、でもさ、さすがに自分のやったことやっぱ自分できっちり責任を取らなければいけないし、こういったやらかしてしまった金額っていうのは、やっぱちゃんと夫婦間で言わないと、この亀裂が走る原因になるから、でもね、俺もこうやってパンクとかすごい好きだからさ、ドパンクバリを出し、低主観パクバリを出してですね、もう黙ってろと、俺のやることには口出しするなぐらいなレベルでですね、ちょっと行ってみたいと思います。というわけで早速行ってみようぜ、レッツゴー。あのさ、何、動画始めて2年半経ったじゃん。もう3年か、うん、ライブ視聴者さんも増えてきてさ、いつもね動画作らせてもらってありがたいなと思ってるわけです、奥様には。うん、あ、 iPhone 買ったでしょ。 iPhone7 買ったじゃないですか。買ったね。すげえ高かったじゃないですか。あれ高かったね。お願いして買わせていただいたわけだけども、中は強引に買ったけどそうとも言うけど、最近見ないじゃん iPhone7。 うん、いろいろ実験したじゃんか。 どれくらい持つのかなとか、動かなくなっちゃったんだよね。は、動かなくなっちゃった iPhone。 うん、電源が入んない。電源入んないの。うん、買って1週間2週間ぐらいで壊れちゃってさ。だね。保証は多少聞くんだよね。それがさ、24時間凍らせたじゃんか。要は向こうに火がないから全部こっち持ちなんだ。で、その修理費がさ、 3万円以上すると思う、多分。はぁ、いや違うんだよ、違う、俺ほらちゃんと持つかなと思ってちゃんと考えて やったんだけど、意外とダメだったみたいで、スピーカーの部分がさ、思ったよりも脆いみたいで、入れちゃダメらしいんだよね、やっぱり水とか。いや、入れちゃダメっていうか、入れないし、そもそも普通入れないし、やんなくていいし。そう、まあそうなんだけど、でも修理出してるから、ちょっと3万円を後で僕にください。はぁ、あげないよ。え、なんで。だって自分で壊したんじゃん。壊れたんだよ。壊れたんじゃなくて壊したんでしょ。壊したんでしょ。はい。なんだって。はい、そうです。聞こえないよ。いや、はい、僕が壊しました、すいません。ちゃんと言って。僕がですね、調子に乗っていろんなことやったら全部壊してしまいました。本当にすいませんでした。僕のせいです、すいません。本当に調子に乗るのよ。はい、すいません本当に。じゃあどうすればいいですか。3万円。いや、どうにかしり。なんてないっすよ僕。パパ、携帯壊しちゃったんだって。うちの娘に言うのはちょっと勘弁してもらっていいですか。反抗期迎えるとちょっと大変だから。今日からもやしだけです。え、ご飯？もやししか入ってないの？一日だって弁当だって500円だとしてさ、あ、それだ、それで換算させようってことか。お弁当だけじゃもやしなんだ。あ、じゃあ大丈夫だ、なんとかなるわ。うん。え？誰が一食って言った？え、一食だけでしょ？違うよ、食費とお弁当にかかるお金は全部合わせて3万になるまではもやしだよ。え、じゃああなたはステーキとか食べるの？食べるよ。俺は？もやしだよなんで？ちょ
ょっとかわいそうだから、ステーキの横についてる人参とか、そういうのはあげるけど。ここ全部もやし？お肉なんて食べる価値ないよ。価値？マジ？じゃあ、わかりました。もやしでよろしくお願いします。すべてお嫁様の言う通りにします。じゃあ全部言うこと聞く？はい、はい、すいません、本当に、はい。調子乗んなよ。